はい、どうもタンタンです。こちら、ルナですね。ルナブランドのモデル、今年のこれ限定品になります。こちらが入ってまいりましたのでご紹介します。 LS の 3MV の R19M という、まあ、2019年はね、ルナを展開している木林商会さんの100周年にあたる年なので、まあ、いろんな限定モデルを作ってるんですけども、こちらもまあその中の一つかなという感じでですね、いわゆるスタイル3、マーチンのスタイル3ですね、あれをベースにした 3M ですね、もうホンジュラスマホを使ってる 3M を、まあ、ベースにはしてるんですけれども、特徴はですね、いわゆるこの、バインディングとかロゼッタのね、色がちょうど逆になってるんですよね。白いところと黒いところというか、一番外側べっ甲柄ですけれども、これが全部逆転していまして、普通は一番外側にまあ白もしくはアイボロイド、ね、白っぽいのが巻かれて、ここのオーナメントって言われる、ここの一番ボディエンドのこの部分ですね、ここがやっぱりバインディングと一緒で白かアイボロイドっていう感じになるんですけれども、それをですね、こういう濃い色に全体にして仕上げてあるという感じで、少しのことではあるんですが、かなり楽器のね、こう見た目の印象が変わる、そんな雰囲気ですね。でペグもこれ黒の UPT になっているので、全体に非常にシックな雰囲気になってるんじゃないかなと思いますね。いわゆる 3M あのスタイル3っていうのを考えると、まあちょっとね、雰囲気が、まあ、同じようにも見えるんですけれども、ちょっと違うという感じですかね。音の方はやはりマホガニーらしいね、このコアのコロコロした明るい感じとはちょっと違って土臭い感じというかな。というのが出てるかなと思いますけれども、これソプラノなんですけれども、14フレットジョイントなんですね、ソプラノスケールで。なのでちょっとまあブリッジの位置が多分前に出てるって感じ。それによってちょっと音があのパキッとした感じになってるかなと思いますね。明るめというか。14フレットのジョイントなので非常にハイポジションの方もね、かなり使いやすく、まあソプラノでかなりフレット感は狭くなりますけれども、抑えやすくなってるんじゃないかなと思いますね。この辺はこう、何て言うんだろう、普通の12フレットのソプラノに慣れた方なんかは、ちょっとね、最初はあのまあポジションに違和感を感じるかもしれないんですけども、慣れるとね、かなりハイポジションの方まで弾きやすく感じるんじゃないかなと思いますね。14フレットのジョイントになることで、うまくこうマホガニがね、あんまり柔らかくなりすぎずにクリアな感じも出てて、非常にバランスのいいなりをする一本じゃないかなと思いますね。デザイン的にも非常に面白いですし、ちょっとなかなかありそうでない感じのデザインなので、そして今年の限定モデルということで、本数もねかなり少ない限定品となっておりますので、気になってた方はぜひお早めにお問い合わせの方いただければと思います。ということで、こちらルナの、LS の 3MV ですね、の R19M というちょっと長い名前なんですけれども、こういった限定品、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それでは、タンタンでした。